大竹紳士講説録毎週金曜日は経済学者の金子マさんです。はいどうも。はい今日は雨なのに自転車です。いやいや。すごい原稿もびちょびちょなんね。原稿が濡れてる。目も目も。はい。降ってなかったんですよ。そうだけど途中から降られてカッパ着てきました。天気予報見なよ。うん。大体ね。うん。 最近当たるようになったんだけど昔よく気象庁の運動会は毎年中止だって言われてたんだけどちょっとどんんな予報を立ててだとちょっとね困ったもんだなとい今日はね水曜日に内閣改造があったじゃないですかこの話をしたいんですがテーマはね「ライバル潰ししか考えていない」っていうのがテーマです。総総裁裁選選 今度総裁選なる1年後になるけどそうそうもうそれしか考えてないそこで続投したいってことそれだけそれの人事ってことそう就職をやり続けたいと,、はい、ういうとで,で、うん、結局まああの岸田さんは変化を力にする内閣だっていうふうに言ってるんだけど、うんうん、どういう変化でどういう力なのかが何も分かんないっていう。 総裁選対策内閣だってその日の朝からずっとツイートしたり、うん、あの新聞社の記事に、うん、あの記者に答えてたりしてたんですけど、うん、なんと維新のババさんが同じことを言い,言いまして、うん、総選挙対策内閣気持ち悪、うん、気持ち悪っていう感じだ。<laughs> のさんと意見があったことあったて俺,俺が最初に言ってたのを同じくっついてきたから <laughs> か気持ち悪いなって思うなという感じです、うん、でまあ考えてみると本来ならねあの岸田さんが打って出るならですよ支持率低いから、うん、内閣改造で主要閣僚をガラッと変えて、うん、今までの政策を一気に、うん、あの展開していって国民が マイナンバーとかね原発汚染水とかいろいろあるじゃないですか問題が少子化対策とかそういうインフレ対策ねこれもガラッとこういう方向を変えますって言ったら支持率大幅に上がると思うんですだってサミットでさ上がったんだろだけど今回はそういう姿勢が一切ないから。 読売新聞の支持率読売ってこう言っちゃなんだけど補充的な人が多いじゃないですかなんとなく今回は横ばいですね支持率が39で支持率が49かなそのまんまじゃないですか日本経済新聞も同じような感じで共同通信がやや改善したのかな6.5ポイントだけどどうなんでしょうガソリンの値段が 上がるのを、少し抑えるっていう表明だけなんじゃないのかな。うん、それを反応が、うん、極めて目,目先な感じがして。抑えても高いけどね。高いよ。百七十五円じゃ抑えたにかかんない。まあ、これも後で話すんですけど。百七十五、ああ円の。ガソリスンスタンドで行列できてた。そうそうそう。百七十五円だよ。まあね、百八十五円に比べればいいんだろうけど。うん、はい。 あの派閥金衡とかね、順送りとか、うん、そういうなんかいつものようなコメントがあるじゃないですか、うん、ああ、もう全然生ぬるくて、はい、岸田さんは世襲政治家として、うん、まあいつも言ってるように、中身が空っぽで、何がやりたいかがないわけですよで、自分が首相をやり続けたいっていうのが、唯一のレゾンデトールなわけだよね。はい、なので、うん、そうすると 自分の代わりになるような総裁選候補を全部引きずり下ろすそればっかり考えてるんですかまずは最大のライバルは茂木幹事長だっただけど茂木さんは茂木派の小渕さんを一緒に入れながら幹事長を続投させれば。 ずっと、あれじゃないですか、支えなきゃいけないから、対抗できないじゃないですか。なるほど。おま、うん、おまけに、じゃ、あ河野さんとかも、ね。いや、そうそうそう、河野さんもそうだけど、おまけに、うん、あの、少子化対策の財源で。うん、いろいろ発言しちゃったじゃない、うん。で、岸田さんは二番目少子化対策って言ってるから、もう今。 例えば健康保険も組合も四割が赤字だから。健康保険五百円上乗せするみたいな話は。かなり反発を招くから。もう財源がはっきり言えば、見当たらない状態になってるわけですよ。だから茂木さんは答弁すれば答弁するほど。あの地位を人気を落としていくと思う。高市さんはもうすでに。 放,し放送法解釈変更の時点でもうどうしようもない答弁を繰り返して必死にしがみついてるっていう姿見せちゃったからもう相当落ちちゃってるわけでこれを格外に出せばまた暴れるからそのまま入れとけばこのイメージが落ちたまんまじゃないですか。で河野太郎さんもそうでしょう。 国民の声を聞いて政策を転換するならば全部下ろさなきゃいけないんだけど下ろさないでその間違った政策を続けるから支持率は上がんないんだけどライバルはどんどんん落ちていくわけで河野太郎さんがデジタル大臣で留任してほとんどお笑いだと思うんだけど、うん、デジタル行財政改革するって言ってるんだよ。うん デジタルを力にして地方経済を活性化してね成長を図って国と地方の行財政の仕組みを変えていくっていうわけなんか IT で変えるみたいなねそういう話をしながらよく考えた頃にさご登録でさ14万の口座があってそれでまだ2500しか変わってないわけだで自治体の職員を山ほど使ったりしてるわけじゃない これ行政改革じゃないじゃゃなないいですか、うん、もっとすごいのは、うん、あのマイナ保険証をやっても結局使えない医療機関が1,000以上あって、うんはい、結局なんかカビペラの資格確認書を、うん、マイナ保険証を持ってる人も持たなきゃいけないとかね、うん、こんなの行政の無駄の典型的じゃない、うんうん、やめりゃいいじゃんそんなの保険証そのままにしてれば。はいはい っていうのこととか全体として、うん、あのいわゆる窓口負担のご表示っていうのが、うん、なんか1000ぐらいの医療機関で起きているとかね、うん、そういうのはもう次々出てきてもう行財政改革でこんなバカなマイナー保険証はまず真っ先にやめることが行財政改革でしょう。 でまともなデジタル改革をするんだったらば、き、うん、ちんと一個一個、いつも言ってるけど、うん、一個一個しっかり独自のオ,、うん、オペレーティングシステムできれいな、うん、丁寧なシステムを作っていくことこそが無駄がない。しかも、紐付けていいのと紐付けて悪いのをちゃんと分ける。分ける、そういうことがしっかりやんなきゃいけないのに、うん、デジタル帳絡みの概算請求が5819億円だって。うん、でしかも 事項要求って言って予算の枠のに入ってないいくらでも出ちゃうような事項要求ってのを認めてるのはデジタル庁がそうなんでこでだこれだったらジェイリスにいるいくつかのねこのマイナンバーをやってる日本の IT 企業更新的な企業がいくらでも失敗しても。 失敗してもお金がどんどんん入るのこんなの行財政改革の天気じゃない、うん、じゃあ全然114兆円から上がるだろうって言ったけどそういうう部分ねそうだからこうなっちゃうと、うん、もうき河野さんが総裁になってほしいと思う声はなくなると思うね。うん、見てれば。うんうん、で側近の秋元氏は収賄で立て上げちゃったし。 だからもう追い込んでるわけだよね河野さん。だけけけど、うん、河野さんはそれを受けたわけでしょ、うん、だから腹,腹くくってないんだ彼もだから自分が本当に首相になりたいんなら、うん、失敗は失敗ですって言ってスパッとやめて、うん、それでもう一からね国民に向かって一から立て直して支持を立て直していくってことをやればいいのに、うん、できないからこのまま行くとまた潰し。うん 岸田さんの潰しになっちゃうからで、林芳松さ外務大臣は岸田派の中の後継者だと後継者も下ろしたんだおこれが一番なんか納得いかないんだけど。いやよく言われるのは地元でさ安倍派と対立してるじゃないですか。だから安倍派の評判が悪いとかいうのがよく出てくるんだけどどう見ても僕はあの後継者潰しだと思う。そういうことだって早さんは。 まあ日本って中国とのパイプがもう少ないじゃないいろんなまあ二階さんいるけどあの経済の方でっていう話じゃないそうそうでこの人が窓口になってるのにこれ今変えちゃっていいのかなよくないけど <うん S 2> 彼がやればよくなる。 はずなのに良、うん、くなる面があるのに、うん、それを早くやめるのは地元で安倍、うん、安倍派と同じところが選挙区がダブっていてかつ中国と仲いいのが嫌いなわけでしょ安倍派は、うん、軍事費をどんどん増大したいからそうするとこれを理由にして自派の後継者がこう退いていけば、うん、次林、林外務大臣だから林って話にはならなくなる。でも 林さんって岸田派でしょだから言ってるのよライバル潰しの何でもいいんだよ、うん、自分のためには。なんか先生の意見聞いてちょっとさうちうちでごたごたしてんのかなっていうふうに言ってちょっと希望が持ったけど私は最初にあの組閣人事で発表された時になんていうの地方の,その保守親父たちが引きずり回して。 ウキウキするような人が入っているから、選挙対策に思いちゃったの。あ,あ、そうじゃ。河野さんとか、小渕さんとか、ああ片あゆ子さんとか。うん、あ、いわゆるさ、二世の、あそこら辺って、みんな、なんか、その地元。引きずり回したりとかするの、すごい。ウキウキするんだろうな。って思った、ね、あ,あ、多分ね、いや、いじ、いじわる大好きなのかもしれない。うん。岸 <laughs> 田さん自身が。<laughs> <ー>で。 女性が目玉っても上川さんはだってもう70でしょ、はい、で外交の経験なんかないからさすぐ次の首相にはならないしだ,、ね、だから女の人はほとんど2世でしょ、うん、加藤地味みんなそうじゃないですか、うん、土屋と小渕さんはまあドリル問題もあって、うん、で結局統一教会問題で表に出られない萩生田さんと、うん、まあ奥さんの元夫のまあ疑惑で。うん あの介入したんじゃないかって言われて木原副官房長官辞めさせて党務に変えてで実際には萩生田さんだから安倍派の経済政策丸まんま丸呑みすれば総裁選で全部あの安倍派はくっつくっていう構図じゃないですかでエネルギー補助金出して予備費と基金出してでこれをまたあの日銀緩和で支えるから円安でまた物価が上がってて効果なんかないわけだよ。 完全に行き詰まってるわけ日本の将来のことを考えてくれてない何も考えてないと僕は思っていて、はい、少し腹立たしかった <laughs>、うん、正直言えばもうちょっとなんかやるつもりがあったんじゃないかなっていうふうに思ったありがとうございました金子雅さんでしたお知らせの後は交通情報です